さっきまでちょっと歩いてきて汗をかいてたけど、あ、これ寒いぜってなったら、あ、熱を放散したらあかんつって汗を減らそうとかいうことを頭で考えてないけど本能的にやってるわけです。でこれが鈍かったらどうなりますか。これからの時期ですけどね、暑いは暑いでもうどんどん暑くなっちゃって、もう熱中症になっちゃいますよね。脱水症状になっちゃったり、寒いというものに対応できなかったら、それは血管がもう縮こみ上がってね、流れが悪くなって、まあ、ね、良くないことだけど切れたり詰まったりするでしょ。もう事故が起こるわけです。蓋を開けてみたら、あの元気な人が体中に癌細胞を作ってます。鈍ってるんですよ。切れたり詰まったりね、開けて癌細胞ありますって、それはね、鈍ってる。もしそれが分かって体が検知して初めて対処するわけですよね。あ、自己形成している癌細胞がおかしいよ、これ自分で作ってるんですよ、自分の体の中だからね。まあ、それを自分で潰すことが全然できるわけです。勇気をして癌がなくなるなんてすごいなって、そんなことありません。自分で作ったものを自分の働きがノーマルになったら、それを抑えることができるでしょう。これがもう理屈です。これ自然です。だから気の感能によって癌細胞が消えたって言っても何の不思議はないですよね。皆さんの傷がこうできても治るように、骨が折れてもつながるように、そういう体の働きが自然で、そして滞りなくいけたらそれができるっていうのが雪でございます。